ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はアンフォローという最新作のホラーゲームやっていきたいと思います。ただね、ベータデモ版ということで、2023年中には、リリースされると思われるんですが、そのデモ版が出ました。で、今回ね、やる理由としても、動画が出てるんだけど、めちゃくちゃ恐怖感を煽る感じのね、とても素晴らしそうな作品だったので、もう早速でもデモ版やりたいなというところで、今回はやっていきたいと思います。ニューゲーム。パソコンの中に入ってきましたね。このアンフォローというね、ホラーゲームですけれども、アンという女性が主人公みたいですね。で、アンが推している YouTuber、ストリーマーがいるのかな。どうしたの？ここはどこ？とアンが言ってますね。見知らぬ場所で、目覚めるんですが、アンが目覚めた場所はどこなのか。ユーズ。あ、ドアをね。グラフィックのクオリティが高いですね。これはビデオか。あ、映像もこうやって見れるようになってる。で、アンが推しているストリーマーっていうのは誰なんだっていうね。今、髪切ろうとしてるのか？涙を流している。というのがありまして、外も見えますね。木がある感じ。そして、ろうそく。いいですね。やっぱり一人称のホラーゲーム好きですね、クマカは。で、玄関が板で打ち付けられていて、ダーク。あ、ライトをね、探さないといけない。ライトっていうのは、今もうノーフラッシュライトなんだ。あ、開いてる場所はあるけど、フラッシュライトは、あ、開くな。開きますね。じゃあ全てをちょっと見てみましょうと。特になさそう。ソファーの上もないし。こっちは？なんかここ絵がはまりそうだね。触れるは触れるんだ。ないですね。特に。ってことは上か？ああ、ラジオっぽいのもありますね。よくあるやつ。なんか今電気が、ああ点滅するやつか。まだ上もあるね。3階がある。ここは鍵がかかっていて、本。フラッシュライトがなかなかないね。タブ。はい。ノートには何も。暗いけどいけんのか？いや、いけないね。フォト、アンのフォトか。小学校の時ですね。2年生の私。大切なパシウゴって書いてあるけど。名前が書いてあるのか。亀裂が入ってるな。ここじゃあアンの家なのか。オールドカメラ。あ、でも電池がある。フォト、ジョッシュ。いろいろあるね。オールド CD、 カード、なんだこれ。イベントリーに追加された、これはなんだ。カードオブパスカーレのカード。何の動物か分かりません。カモメのように見えますが、小さな恐竜のような歯を持っています。あまり賢そうには見えませんが、食べても大丈夫なのかしら。このカードは何を意味してんだろう。ん、何かのページですね。
あ、日記。しかも、アンの日記だね。10ポンドを、あ、痩せたっていう感じか。目標の体重に到達。夜のスイーツについて。オールを再び呼び出すことができなくなる。痩せているのかを褒めてくれるはず。それは学校素晴らしい復帰となるで、なるでしょう。あ、ママとパパでさえ信じていなかったと。なるほど。とりあえず痩せたんだね。あ、ここ全く。なかなかいいですね。クオリティが高い感じがします。じゃあちょっと上の方に急いでいきましょうか。ここは何もないね。下の絵のさ、光がすごい。欠けている絵は、あ、これだ。フラッシュライト。電池がここのどこかに。なるほどね。ありますよ。あと、これ使えばいいのか。Use。ここは閉められてる。ちょっと待って、インベントリー的にフラッシュライトの、ああ、残量あるわ。じゃあ結構シビアに進んでいかないと、なかなか電池残量がやばいってことか。さあ、空いてるところ。あ、一個さ、ちょっと待って。上にも暗い部屋で空いてる部屋あったよね。そこも見てみよう。ああ、バスルームっていうか、ランドリールーム。何もないな。OK、じゃあ下に行ってみましょうね。さあ、何があるのか。あそこの隙間か、やはり。ん ?1280。あそこに1280って書いてあるけど。あ、地下だ。クオリティが鬼高いですね。ん？今開いたっぽい音したけど。どっかが開いた？あ、いたわ。なるほどね。開けた覚えのない場所が開いている。窓が開いてるね。あ、閉まったぞ。あ、でも開かない。何か、あ、ここか？あ、違う。開かないね。ここ通るとゲームセーブなんだ。あ、鍵あるわ。I have to get it, but I need something thin to reach it. 私を到達させるために必要。あ、ピックって書いてある。あら、パリンチョ。あ、場所が変わった？ Really, I tried to be your friend.グレイス、私はアンを試した。本当に私はあなたの友達になろうとしたが、そのようには機能していないと。ドアもなくなりましたね。窓もなくなった。血だらけだ。血だらけ。これさ、あ、電池大丈夫そうだな。あ、扉が。ああ、血が繋がってる。繋がってるというか、血が垂れている。電話だ。これだね。
And I know you said you wanted to be alone. アン、一人になりたいって言ってたのは知ってるけど心配だよ。このメッセージが聞こえたら私に電話してくださいね。あ、じゃあアンはその痩せたって言ってたけど引きこもりというかね、学校なのか分かんないけど行かなかったのかな。でグレイスはそれを心配してたのかもしれないね。他の人に毒を吐きたいとき私を探して、私があなたを必要としているときに決してそこにいないことはできません。これはほぼ1年間続いている。アン、すみません。つまりあなたは1年生のときから私の親友だけど、これはあなたではない、違う人に会った気がする。古い友人がいなくて寂しいです。まあグレイスも少し寂しいんだね、アンがいなくなること。あ、ループだ、いいですね。あ、血だね。落ちが垂れている。これ視野角が狭いのも恐怖演出の一つだね、多分ね。まあでもここアンの家じゃないっていう前提の話だったけど、こっちはドライバーだ。あ、キーを流し台の鍵を取り出せる。あ、誰か来た。影があるって。ステルスか。これね、確か、あれ？クランチできないぞ。あ、なんかいる。徘徊してるな。あ、見つかった。見つかったらダメだよね、多分ね。あ、でもなんか負けそうな気がしてきた。これ上いけるかな。流しの鍵をどうのこうのってたからね。あ、パリンチョス。これで流しいけるか。あ、ドアがなくなってる。明るいな。あ、でもこれあれ変わってるわ。またすごいループが激しい。行けるところにしか行けないね。これは一本道だね。あ、いけない。いけないってことは何か変わっている可能性？え、ちょっと待って、鍵は持ってないもんね。あれ？そんなことある？どっかに鍵が落ちていた可能性も。あ、いきなり来た。女性だね。ん？どっからだ？あ、違う。進んでいるのか？この鍵を取ろうとしているんじゃなかったっけ？あれ？さっきのドライバーは？戻ってねえわ。ちゃんとドライバーある。
はい。ベースメントキー。これでちゃんと正式にベースメントに入れるってこと？あの1280はなんかあるな、絶対。とりあえず、鍵使った。さっき、ヘビうねうね女性がいたと思われる地下。でも道がちょっと違うけど、あーでも、ん？ちょっと違うか。こっちは？これ裏側か。あ、橋があるわ。ちょっと待って待って待って。コード。いや、でもなんか、あーなんかあるぞ。漫画？ジョシュとアンの話か。コミックス・オブ・アン。言っておきますが、取扱説明書に記載されているよりもネジ、多くのネジが常にある。アンが足りないよと。ジョシュが分かった、諦めるよ。正式に休憩が必要だと。私たちは夕食に出かけるか。アン、大丈夫。私たちが戻ってくる限り、午後9時までには遅刻できません。やらなければならない重要なライブストリームがある。分かっています。また戻ってきてね。ミスソーシャルメディア。アンがストリーマーってこと？ちょっとそこら辺よくわからんな。じゃあちょっと、ガス管は？大丈夫だ。じゃあちょっと上行ってみましょう。あ、でも変則的なはしごですね。ここはどこだ？エリサーズタロット。このタロットカードは非常に魅力的です。赤い部屋。ここは何もない。これなんだ？鍵。動かせると思うけど、何かの仕掛けでブロックされている。何かの仕掛け？何かを触ると的な。触れるもの。ここから来たんだよね。下にあんのか？ああ、なるほど。これか。これでもだいぶ前だぞ。あの絵があったのって。まあ、戻るしかねえな。あ、ちょい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 。よし。じゃあとりあえず1階に戻り、あの絵の場所だね。結構入り組んでんな。戻ったりしなきゃいけない謎解きというかね、っていうのもありつつ、まあマップは完璧だけど。ドアアンロック。これをやることで地下のあそこが開いたと。で、1280はまだ何か秘めている。いや、おもろいな。なんつってもグラが圧倒的に綺麗。さあ、このはしごを登って、登れた。
さあ、奥の扉はどうなっているのか。あれ？ここじゃない？上か。いや、でも3階ってほど高かったっけ？ここだ。なんだこれ。あ、大好きだった犬じゃないの。目が縫われてる。これパシウゴ。小学生の頃に作ったぬいぐるみ。異常に頭が大きい猫のような形をしていて、中に何を入れたのか誰にもわかんない。何か入れてるんだ、人形の中に。これはなんだ。怒り交渉、悲しみの階段？なんだろうね。なんかの暗号なのか。グレイス？あ、グレイスだ。心配しないで。あなたはいつも私にとって世界で最高の親友ですと。何年も前にこの会話をしたんだ。私は彼女がいなくて寂しい。私は感じる。彼女に永遠会ってないような気がする。魔術が焼けちゃいましたね。彼女との思い出が消されてるってこと？さあ、なんでこんな魔法陣みたいのがあり、血がついておりって感じなのか。アンは何かをしていたんだな。で、これをすることでドアが開くわけじゃないよな。ピアノも弾けない。でも絶対これ何か開くハサミとかが必要だな。これでも下に行っても特にあれだね。もう行ったら何かが変わってんのか。変わってることを信じるしかない。ラジオがついて、ん？10人のクレーターが謎に包まれて行方不明になった。ここ数週間の状況。ジャーナリストは友人や家族は失踪時にそれぞれ自宅にいたと言っている。誰かの母親は有名なウェブスターのスタジオにいたとき、彼がコンピューターの世界前に、で、空中で消えたと。彼の突然の失踪を目撃したと主張し、瞬く間に起こったっていうことを言ってるんだ。ってことは、アンもその一人なのか？パソコンの前。ってことは、パソコンを起動できるわけじゃない。ビデオカメラに何か映ってるとかじゃねえのかな。あれ？ここら辺って本なかったっけ？ああ、アンとグレイスの写真。じゃあ地下行ってみますか。なんかちょいちょいさ、誰かが囁いてる音がするんだけど。多分上だよね。多分。じゃあストリーマーたちが、あれ？開いてる。なんか配線みたいのが張ってるけど。
この下になんかある？あ、隣だ。で、モニターがあって。開かない。ってことは。何も。ジューンズクックブック。なんか修道女たちが集まってるみたいな。コミックスアンワン。子供クジラがやってきた。チップを隠して、キャノンボールならプールの空に。でも脂っこくて沈むのが怖くないの？デブが浮くか見てみよう。あー、私を残して。この、まあ、デブって言われてるのはアンってことだね。で、落としてみようっていたずらでね、男の子に落とされたみたいな描写がありますね。上でアンは引きこもったのかな。このさ、この先になんかあるんだけど、ただここには何かあるわけでもないし、明けでもない。これがさっきのとこか。あれでもさ、見てる場所が違うな。こいつだな。これが冷蔵庫が邪魔してる。邪魔してるぞ。あ、hey. アキ、hey. You're Aki Dearest. Aki Dearest. I need your help. 私はここから出る必要があります。What are you doing in there? そこで何をしてるの？ I don't know. I can't remember anything. 何も思い出せないし、何が起こってるのかわからない。私が知っているのはここから抜け出すためにあなたの助けが必要だということ。I don't know what to do. どうしたらいいのかわからない。How? テレビが壊れるんですよ、ね。私は気にしないで、急いで。これ概要欄に書いてあったな。アキディレストっていうのがアンが推しているストリーマーだったのかな。その人を助けなきゃいけない。あ、壊した。あ、生きるようになってる。あー、奥行けるわ。ストーリーとしてなんか面白くなってきた。のめり込んできましたね。あ、ビデオだ。ってことは、リビングのテレビに戻ると。あれ？ドアなかったけど？配管があって。あ、でもこの先にまた配線が続いてる。ビールだ。これじゃあちょっととりあえずリビング戻って、 VHS ね。プレイ。あ、消しちゃった。なんかすごい自然的な。いや、これプレイしてないよね。Welcome to the animal in you, where we try to make sense of your life through valuable lessons from the animal world. Today's question is: Are you in self-denial? Are you hiding your head in the sand?Are you acting like an earthworm? Well, there's no doubt about it. Yes, you are an earthworm. Something in your life is wrong, but you pretend that everything's all right. なんだこれ、ミミズみたいな。You deny it. You shy away from the light. They die. なんと、植物なんだ。And ignoring them will only make them die sooner. So, instead of running away from your problems, why don't you start crawling to the surface?
Why don't you start to love yourself and take good care? Don't you want to share the sun with the flowers? 終わってしまった。でも同じだよね、多分。一緒ですね。あとこれも見逃してたのか。それでどう思いますか。あなたはそれが好き。母は、うん、まあいいけど私は嫌だ。あなたが私たちにそれを見せる理由を教えてくださいと。それは学校のプロジェクトなんですかって。で、アンは、いや、それは私はただしたいんで、生活のために。ね、ネットの動画をやりたいってことを言ってるね。でもあんまりこう賛成ではなさそうな雰囲気の父と母って感じか。んで、あ、なんだ、ミミズ。あ、顔でかミミズ。さっきの植物も関係あんのかな。顔でかミミズ。顎取れちゃう。あ、死んだ顔でかミミズだ。これはハートスパゲッティのレシピ。心臓1個、牛乳 0.5 リットル。残ったミートボールのスパゲッティ。心臓とミルクとミートボール。すごいね、これね。これさっき映像でさ、ちょっと白くてあんま見づらかったけどさ。植物に、何かこうミミズみたいなやつを入れると植物が育つみたいなことだけど、人間にそれをしたのかな。まあこれはちょっと推測なんだけどね。こんな感じなんだ。あ、でもちょっと動いてる。ハフハフ言ってるね。そうか、まだ息はあるんだ。で、ミートスパゲッティ食べたいの。あ、もうあるじゃん。食べたい？君じゃないのか、食べさせるのは。あ、うん？あ、今から作るの？心臓はどこにある？あ、これこれか。なるほどね。ここに心臓ありそうだわ。あれ？つながっただけ？なるほどなるほど。あ、その隠し扉だったのか。いや、でも戻るのに楽勝になったね。ただ、心臓がない。あ、こんなところにありました。お心臓が。これをじゃあ、なんだっけ、ハートスパゲッティだっけ？そんなのを食いたいって言ってるやつがいるので、食わしてやろう。顔白くなった？顔色悪くなった。そんな食べたいのか。ちょっと待ってろ。なんかすんげえおしゃれに盛られてんだけど。できたぞ。お待ちどうさま。こちらハートミルクスパゲッティになります。いかがですか。どうぞ。
消えた。そして行けるようになった。案外従順なやつですね。ただこの先のさっきのアキとかのストリーマーたちはいるのか。学校だ。あーでもピックとか書かれてたね、手に。アンが言われてたことなのか。100キロ、100キロをおめでとうってバカにされた感じですね。鍵があんのか。さっき始まらなかったやつが始まってんな。うん、やっぱり笑われている感はあるよね。ピークって言われてるね。学校に戻って新しい顔をしたら誰もが私の変化に気づくだろうと思った。謝罪したりいいことを言ったりしませんでした。ピークの言い方は誰も来なかった。もはや彼らの見物者ではない、見せ物ではない、見せ物ではない、見せ物ではないと。彼らは私を永遠に無視することはありません。私は彼らよりも優れている。彼らは強制される、私を見て。あー、なんか復讐みたいなことなのかな。さあ、ということで今回はアンフォローというね、最新作のホラーゲームのデモ版やらせていただきました。まあ最後のね、なんかアンも思い出したように、私がね、まあ綺麗になってというか見返してやるっていうところなのかな。復讐が始まるっていう、復讐とか見返してやるっていう気持ちの方が強いんじゃないかな。でアンは、なぜ記憶をっていうところはあるんだけど、グレイスのことも思いつつ、あの魔法陣みたいなのもありつつっていうところで、あと最後ビデオにもあったね、その植物に対して、まあ、微生物みたいな感じかな、ちょっとウジみたいなのをやると木が育つっていうところを人間にやったらっていうところ、もしかしたらそれをストリーマーとしてこう試してたとかも、ストリーマーがやってたから試したとか、そういったこともあるかなと。ストーリーとしてなんか全部は出てなかったような気がするんだけど、まあこのねデモ版っていうのがどう製品版になってどうなるのかっていうところも楽しみだし、まあ圧倒的にね、首長ミミズちゃんのねビジュアルがね、面白かったですね、良かったですね、あの気持ち悪さ、成長するとああなってしまうのかとか、もしかしたらアンもそうなっちゃうんじゃないかとかね、いろいろ想像できる部分はあるかと思いますけれども、とりあえずこれがデモ版ということでね、また2023年製品版出るみたいなので、楽しみに待っていましょう。ということで今回はアンフォローをやらせていただきました。皆さん良き夜をお過ごしください。